伊達決めました。ブレイクに成功。伊達の2ゲームス2-1、ワンブレイクアップです。伊達です2ゲームス2-1。解説は内山勝さんです。内山さん、今の最後のポイントですね、はい、沢松が正面を狙っていって、はい、伊達はファーストゲームであれバックハンドに回るケースが多かったんですが、今あえてフォアで打ちました、はい、このあたりはフォアに何か自分で確信が少しずつ芽生えてきたんでしょうか。いや、今のはですね、どちらかというと、はい、自分がもうフォアに来ると思って待ってたんですけれども、ああ意外と体の正面に来たというところで、ああ、フォアの方に構えが多かったんでフォアにしたと思うんですね、はい、これはその前のポイントですね。あ、そうですね、はい、早いペース、早いリズム、まさに伊達のリズムになっているわけです。午後1時現在、気温が26度2分まで上がりました。湿度 46%、風が南の風 4.3m、快晴の広島広域公園、テニスのセンターコート。昨日はフェーン現象が起きて、日本海側では真夏日となりましたが、はい、今日も気温はかなり上がっています。試合が始まって55分。セカンドセット、第4ゲームは伊達です。15 love。 7つ目です。得意のサービスですね。得意のサーブです、はい、あ、これはいいリターンです。伊達はコースを変えています。沢松にちょっと迷いが出てるような気がするんですね、自分が今までのペースで打っていくべきなのか、少し落とすのか、あるいはコースを変えるのか。その前のリターンがアウトではないかという伊達のこの表情です。際どいところではありましたがね。今際どいところではありましたね。そうでしたね、オーバールールもありません。さあ沢松にチャンスが来ました。そうですね、沢松はここを生かさないとですね、はい、ちょっと苦しくなりますからね。第1セットは 6-2 伊達、セカンドセット1ブレイクダウンの沢松、チャンス広がりました。アウト、デュース。大切なところでダブルフォルト、3つ目です。生かしきるか。
ットに決めました。沢松ナイスサービスとナイスリターンから始まった見事なラリーを制しました。ゲームサーバーマッチ2ゲームゾーン。いやー、このポイント大きいですね。大きいですね。はい、初めてこの沢松がブレイクバックに成功。攻めた伊達。このあのロビングのショックは全くありません。ここも攻める伊達。今あの最後結局アウトになりましたが、内山さんリターンがいいですね。リターンはいいですね、リターンは非常に集中してます、はい、最後はだって動けません。沢松の攻め方としてはこれでしょうね、はい、バックバック打たせておいて、はい、ダウンザラインですね。ダウンザラインですね、はい、サマツはその前のボールのことを言ってるんでしょうか。ええ、アウトというふうに見たんじゃないですかね、はいはい、香港のチャンさんにあなたがちゃんと見たのかとここはちょっと抗議をしています。このショットはでも今のは入ってますね、入ってますね、確実に。私のとこから見ててもこれは確実に入ってるなというふうに見えたんですけど、40-30。かなり度胸がいりますけど、やはり伊達のフォアをついて出たというのは一つの成功でしたね、はい、こういういろいろなパターンで攻め込まないと伊達のペースになっていきます。手がコントロールしています。ゲームサーバーマッチ。サーマッチブレイクバックの後のサービスゲームでしたが、苦しみながらキープに成功しました。サーマッチの3ゲームス2です。サーマッチ3ゲームス2。
放送席がかなり高いところにあるので、あのネット際というのはあまりこう高低がわからないんですが、内山さん、伊達のバックハンドはかなりこうネットすれすれのところに飛んでってますね。はい、かなり弾道低いですね、ですから低いだけですね、今度あのバウンドしてからの高さも低いんですよね、はい、でその分伸びがあるということになりますね、ただあの今のゲームで沢松はですね、少しその活路を見出したといいますか、バックの打ち合いからフォアへ持っていくという回数をちょっと増やしたんですね、はい、でこれが成功しましたから、これを自分で意識的にこれから続けられれば多少流れが変わる可能性もありますね。はは、第4ゲームの伊達のサービスゲームの途中でもしかしたら内山さんは沢松に迷いが出てきたかもしれないとおっしゃいましたが、はい、この迷いは吹っ切れてますか？今は吹っ切れてますね、はい、第6ゲームです。オンザラインですね。オンザラインですね、ですから今ので、あの今の攻めもそうでしたよね、はい、あのかなりフォアの方へしつこく振っといてですね、それで打線に十分な体勢を取らせないうちに今度はオープンコートですからね、はい、このポイントですね、今のでいいんですけど、沢松は自分からミスしてはいけないですね、はい、あの伊達見てますと、やはりフォアに振られたときはですね、ほとんど足が両足がネットに平行に揃ってます。踏み込みがないですからね。ダクロスのボレーに持っていこうとしましたがネットです。沢松にとっては次のポイントですね、はい、伊達がちょっとバックがですね、はい、まあ、当たってただけに力が入りすぎてきてる嫌いがありますね。ボディタッチ、惜しいミスです。はい、伊達が今のはちょっと余裕があって左足を踏み込んだ方を打ちました、はい、ナイスアングル伊達公子。ゲーム伊達フリーゲームゾーン。今のはよく切り返しましたね。いいアングルでしたよ、これ。このアングルね、あ、左足が伸びてますね。ただ左足が伸びましたね、はい、左足伸びて1本で我慢しましたから、あれを右足を先にしてオープンスタンスに持ってってしまうと、あの多分あれだけのボールにならなかったと思うんですけどね。そうですね、左足で踏ん張りました。スリーゲームソウルイーブン。沢松の攻めの意図は見えてきます。そうですね、はい、フォアフォアへ攻めるようになってきましたから、はい、
挑戦ます。伊達逆です。ラブ30。このショットが深かったですね。深かったですね。コースも良かったですしね、この後ダウンザラインを沢松は読んだんですけど、クロスウェイもう一本持ってきましたね。沢松の読み以上、伊達のスピードが上回っています。今のはもっとさっきよりチャンスボールだったんですけれども、はい、沢松が伊達のコースを読み切ってたもんですから伊達はそれ以上外へ打ちたくなったんですね。沢松の読み勝ちですね。さあ伊達にブレイクのチャンスです。伊達このゲームも集中してますね。よく集中してます。目線をほとんど上げませんね、こうしてもう待ちます。沢松は今サービスラインのところに行ったところです。30-40。まだワンポイントブレイクチャンスの伊達。今の声は沢松です。沢松の粘りといいますかね、我慢が続くんですけれども、沢松かなりサーブでピンチが続いてますよね。ただこれでもしキープしていくとですね、今度は伊達の方にだんだんプレッシャーがかかってくるんですよね。ですからそういう意味でもここは本当に踏ん張りとこですね。我慢ですね。伊達の方は伊達の方でチャンスがなかなか取れないということで、逆にプレッシャーがかかってきますから。プレッシャー狙っている。惜しい。わずかでしたが、伊達ブレイクに成功しました。セカンドセット、伊達2ブレイク、沢松1ブレイク、伊達の1ブレイクアップです。今直しショットでしたね。そうでしたね。女子シングルスのファイナル決勝、32年ぶり
あのジャカルタ大会、旧姓福井明子さんと宮城玲子さんが戦って以来の日本人勢同士の対戦となりましたが、はい、まさに好ゲーム、現在日本を代表する2人の好ゲームが続いています、うん、伊達と沢松、ファーストセットは6ゲームス 2-2、 伊達が取りました。そしてセカンドセットも現在伊達が1ブレイクアップ、4ゲームス 2-3 となって第8ゲームは伊達です。解説は日本テニス協会国際委員長内山勝さんです。なんだかこの好ゲームに3000人以上のお客さんが入っているこのセンターコート、内山さん、まさに固唾を飲んで見守っているという感じですね。そうなんですね、あまり声が出ないですね。出ませんね。クッティのダウンザライン、得意のフォアハンドから決めていった伊達公子。今度は沢松、サービスの体勢に入ると沢松が少しススッと前に来てプレッシャーをかけている仕草があります。アングルをつけました沢松直子。今のは沢松らしいパスでしたね、はい、これむしろ伊達が誘い出されてしまったんですね、この時は。沢松ブレイクバックできるか。まだしかしワンチャンスあります。風が強くなってきました。1時現在で4.3 メートルの風ですが、追い切れません。チャンスだったんですが、内山さん、今の組み立てはどうなんですか。組み立て悪くなかったんですけどね、はい、伊達が1本アウトポールじゃないかっていうような仕草を途中で入れたんですよね。それからちょっとですね、2人とも集中力を変えたショットになってしまったんですけど、低いラリーです。再び沢松にチャンスが来ました。ブレイクされた後の第8ゲームですから、ここは非常に大きなポイントです。大きいですね、もしこれ伊達がキープしますとね、もう断然有利になってしまいますからね、はい、ファーストです。ゲームを左右するポイント、あー惜しい。狙いはダウンザラインのリターンだったんでしょうが、ちょっとその気持ちが強かったんですかね、早く打ちすぎたのかもしれません、はい、逆です。今度は伊達の声、
沢松攻めてます。フォアの打ち合いでは沢松の方が勝ってますね。そうですね、打点が受け身になってますね。出ない。ここでダウンザラインを決めてきた沢松。これは大きなポイントでした。ブレイクバック成功。4ゲームソールとなりました。ここよくこの後打ってきました ね。これは思い切ってダウンザラインに変えてよかったですね。はい、その前ですね、この前のブレイクされたゲームの最後のポイントなんかはですね、沢松がバックの打ち合いをしてて、でもっと伊達をバックの方に追い込んでからということで角度を取ろうとして自分がミスしてしまったんですよね。でも今なんかそれほどバックの方振ってなくてもダウンザライン打って成功しましたからね。ですからフォアハンドのパーセンテージをもう少し上げてもいいわけですね。上げても大丈夫ですね。第9ゲームです。グッティーラブ。伊達はフォアの方のミスが多いのはですね、以前と比べて今ちょっと最初申し上げてるんですけど、以前はああいうリターンもですね、必ず横向きに左足を踏み込んで打ってたんですが、ああいう時にこの頃右足一本の軸で打とうとするんですね、後ろ足で。足はネットに平行で、右足の踏ん張りだけでボールを運んでいるという感じなんですね。はい、最近はそういうことが多いんですね。はい、ただこれは、世界のトップと相手してますとね、どんどんテンポ速くなりますから、必ずしも左足を踏み込めないということからね、自然にその対応の仕方として、後ろ足の右足を軸にして打つっていうことを覚えてきたんですけれども、はい、ただちょっと威力という点では弱くなりますね。伊達の持ち味はフォアもバックも前足にしっかり体重が乗って打つときに威力が出るものですから、ボールにスピード勢いを乗せるんですね。はい、いいところです。今のは左足がちゃんと入ったんですね。入ってましたね。その前のリターンはでも右足一本で打ってます。この後これはしっかり踏み込んでますからね。ここですね。ですから左足が踏み込んでますからいいボールになってますね。大きなポイントです。ブレイクチャンス伊達。セカンドセットの中盤から終盤にかけてゲームが激しく動いています。30-40力みました。今狙いに来ました ね。バックに回り込んで、はい、ワンチャンスあります。伊達ブレイク成功。やりました。完全にラリーをコントロールしていました伊達公子。ワンブレイクアップ5ゲームストゥーフォーとなって、さあいよいよゲームが大詰めになってきたという感じがします。今の組み立てですね。はい、伊達はでも本当にこの試合通じてなんですけど、ずっと攻め続けてますね。確かにそうですね。それは大したもんです。はい、
どちらかと言いますとね、やはり自分の方のランキングが上ですし、シードも上ですし、まあ、みんなの期待も金というふうにかかってると思うんですね。そういう中でやるということは相当なプレッシャーだと思うんですよ。で、ですからそういう中でですね、その守りにならないというか常に攻めているというのは大変なことなんですね。昨日のセミファイナルのバスキ戦ではセカンドセットで自分の細かいミスをこう伊達は非常にナイブなんで神経質になって、はい、で、はい、こう集中力を削いでしまったということがあったんですが、今日はそれ以上に内山さんおっしゃったように、はい、攻めの姿勢がそれを支えてますね。そうですね、多少そういうミスが出てもですね、すぐ攻める気持ちに変えてますから。おっしゃる通りですね。ですからサービスの確率も昨日に比べて数段上がって現在 65.4%、そのサービスゲームになる、まあ、言ってみればマッチゲームの5ゲームストゥー4から迎える第10ゲームセカンドセットです。Quiet, please. Thank you. はい、やってきました。15ラブ。内山さん、はい、サーマスには何が欲しいですか？やはりもう一回ですね、金返してやるという気持ちがまず大事ですね。はい、はい、今みたいにダウンザラインにうまく打てればまだまだチャンスありますね、フォアの方に。ただフォアの方へダウンザライン打つということは当然ネットの端の方ですからネットが高いですよ ね。 あ、 そうですね。それでしかもコートの距離は短いですよね。ですからそういう意味では度胸はいるんですけどね。あ、君のサービスをここで決めてきました。このサーバーの伊達が世界のトップに入ってきた一つの要因なんですよね。そうですね、スライスのよく切れるサーブ、これ本当にリターナーから見れば逃げていくサービスですからね、さあやってきましたチャンピオンシップポイント。追いついた、スーパーショットが出た。日本のエース伊達公子、アジア大会チャンピオンです。前回のキジムターヒトに続いて2連覇達成、日本女子。ご覧いただきましたように女子シングルス決勝は2対0で6-2、6-4で沢松奈央子を下しました。これで沢松戦は6連勝という日本のエース伊達公子、集中力が上回りました、スピードが上回りました、そして得意のサービスバックハンドのストロークが冴えました伊達公子です。内山さん、はい、この伊達終わった後ニコーっと笑いましたが、ようやく集中力解放されたという感じですね。それとほっとしたんでしょうね。試合前から、大会前からですね、その出れば金メダル当然というふうに言われて、いろんなことがね、伊達自身もですね、まあ本当のところをちょこっと言えばですね、はい、その勝って当たり前、負けたら何言われるかわからないというようなことでありましたよね。そういうことをコメントでも出してましたし、相当プレッシャー感じたと思うんですね、はい、ただ今日の試合はですね、もちろん沢松も非常に持ち味を出しましたし、伊達はよく集中して最後まで攻めの姿勢を変えなかったのが良かったですね。そうでしたね。まあ、本人のこの心理状態を代弁するわけではありませんが、今おっしゃったようなプレッシャーの中であえて、みんなの前では、まあ、ツアーの一環として考えますというふうにね、はい、こう平静を装ってましたが、進行を絶対勝たなきゃいけないというプレッシャーは大きいものがあったんでしょうね。そうですね、ですから逆にですね、そういうコメントになるんですよね、はい、
一つのトーナメントとして考えるというふうな逆の意味でのコメントにどうしてもなってしまうということでしょう ね。まさにそんなプレッシャーの中で日本のナンバーワンエースに成長してきましたこの伊達公子がアジアの女王になった瞬間です。沢松の粘りはあと一歩というところでした。優勝しましたこの伊達公子、勝ってアジア1位というよりもこのトーナメントに勝ったことが嬉しい、優勝するためにここに来ましたからとニコニコ側だったということです。なお女子のダブルスでは杉山長塚組が優勝を決めております。テニスの後は今度はテーブルテニス卓球です。女子のシングルスベスト4進出をかけての対戦です。日本の佐藤理香と世界チャンピオン中国の唐亜平の試合です。アジア大会では男女とも中国と韓国がその強さが目立っております。今大会中国からは世界ランキング1位の唐亜平ば